えっと今日はあのー、私筑波大学下田臨海人権センターの笹倉がえっ、ー、と担当いたしますでまああのー、論文のタイトルとまああのー、ですけどもまああのー、このインプローブドジェナメディティングインディアシディアンスようなインティスナリスアーはしようなウィズクリスパキャスないアンドターレンということであのー、話をさせていただきますこれは あのこの右側にある、あのー、本のチャプターの、えー、と内容に、えー、とな,なっていますので、でまあ、本来の論文とは少しテイストが違うということもです。で、まあ、その関係もあって、今日はあのー、の本の内容、の中で、ね、書いたことの内容をむちゃくちゃ詳しく話すというよりは、まあ、このゲノム編集技術で、まあ、ホヤで一般的な、まああのー とかまあ、問題点とかを、まあ、僕たちのまあアンパブリッシュデータとかも使いながら、まあ、問題をです、ね、共有させていただければと思っています。<laughs> それでこの本の,あのチャプターに書いてある内容というのは、まあ、あの大きく分けると2つです。えー、CRISPR-Cas9 を用いて親において従来の,その,あの方法に比べて安定して高い効率で 変異をゲノムに導入できるようになったということ、それからまあ、あの組織特異的にそういう条件をつけてノックアウトするには、やっぱりターレンの方がいいんじゃないかと、もう一つのそのクリスパーキャスナインではないもこのそのゲノム編集の方法であるターレンを使った方法の方がいいんじゃないかというようなあのことが記載されています。で <laughs> えーとまあ、あのクリスバー・キャス9も本当は言うまでもないとは思いますが、一応、あのどうやってゲノム編集、つまり、まあ、ゲノムの中にミューテーションを入れていくかということを簡単におさらいをさせていただきます。えーとまあ、あのガイド RNA という RNA 分子とキャス9タンパク質の組み合わせで、えー、と変異を目的の DNA 領域に導入するという方法です。でまあ、あのガイド RNA がそのどこに変異を入れるかでターゲット配列を指定し、でキャス9タンパク質がゲノムに二重差切断を入れると。 で二重差切断はあの細胞内の機能によって修復されるんですが、この際に塩基の血質や挿入、つまり変異が入るということですねで、まあ。エラーが入らない場合は、あのその配列がそのままのガイド RNA で指定された配列と同じものが残るので、もう一回あの、まあ、エラーが入るまでターゲットとなりうるということです。 で今日少し重要になるのが、この5番目のとこですね。えっ、ー、とあのガイド RNA ですけども、まあ、簡単な図をこれ、書かせていただきましたが、えー、とここにある SGRNA と書いてあるのが、今、主流で用いられているもので、まあ、RNA1 分子ということになります。で、えっ、ー、とここの、えー、と DNA のとこれに日本差をあの形成しているところが、そのターゲットサイトを決めるところで、あのそれ以外にここに定常部位がえっ、ー、と存在しています。 で、えっとまあ,あの、ここ5万のところにそれが関係するんですけど、もともとあの生物から発見されたこのクリスパーキャスナインのシステムっていうのは、 先ほど言った、そのガイド RNA というのは2つの RNA 分子、えっ、ー、と、クリスパー r n a というターゲットを指定するものと、それからトレーサー RNA という、まあ、定常部位です、ね、に分かれています。2分子で構成されています。が、今、あの生物にあのゲノム編集を導入するときに、これをくっつけて1分子にする方が良いということで、SGRNA と呼ばれる1分子のものが使われているというところですね。まあ、ここの部分が少し、えっ、ー、と今日あの、話す内容に絡んできます。 それで、えっと、ホヤですね、まあ主に片ユレボヤですけど、ホヤ、型ユレボヤにおけるクリスバキャスナインを用いた従来の,あの変異導入の方法というのは、この SGRNA をあのクローニングベクターに入れてあの、RNA ポリメレスで転写、インビトロで転写して、えっと、作るということ、もしくは、えっと、ポル3系ですね、これ短い RNA なので、えっと、ポル3系の転写調節領域につなげて発現ベクターを構築する。 で、Cas9 の方は、メッセンジャー RNA をやっぱりインビトロで構成するか、えー、とこちらはメッセンジャー RNA ですね、ポール2系の点差調節領域を用いて発言ベクターを構成する。で、とにかくこのような方法で、えっ、ー、と、ガイド RNA と Cas9 をホヤの中で発現できるようにしておいて、顕微注入かエレクトロプロレーション法で、えっ、ー、と、ライン、または初期範囲に導入する。 で、えっと、まあ、表現型を見たい時期まで導入ことは育てて、で、えっと、あの、観察したり、ゲノムを回収して変異導入率を調べるということをやっています。まあ、今日ちょっと重要になってくるのは、このあたり、赤でちょっと書いた、この発言、特に SGRN の発言系がちょっと、あの、キーになってきます。それでですね、えっと、 今、変異導入率という言葉を少し使いましたが、この発表でいくつか変異導入率という言葉が出てきます。で変異導入率っていうのは、まあ、この発表においては、陽性の時期に変異導入の確率を調べています。で厳密なステージングというのはしていません。どういうふうにするかというと、数十匹の陽性からゲノムをまとめて管理して、まああの、ターゲットサイトを含むように PCR で増やすと。 で、まず増やした DNA 断片は、アクリルアミノゲルで電気形をします。すると、まあ、この右の図で例を示してみますが、ここの一番右のレーンが分かりやすいと思います。このコントロールのレーンは、あの1本のシングルバンドが出ています。あ、これマーカーですね。シングルバンドが出るんですけど、ミューテーションが入ると、あのポリラ、アクリルアミノゲルに引っかかるようになるので、えー、っと、この、あの、普通の状態よりも、えー、ちょっと、高分子側に、えー、っと、バンドが。 出るんですね、でこれがたくさん出てるとあ変異がたくさん入ったなということになって逆にこれ入ってあの出てないとあんまり変異が入ってないなというのが分かるわけです。こういう、まあ、方法があるわけです。で、えー、とこれで、まあ、変異が入ってそうだったらクローニングして、まあ、あの個別の DNA にしてで複数のクローンもシークエンスしてで配列決定した全クローンの中から、えー、と変異が入ったクローンの割合を変異導入率として、えー、と今、この論文ではあの計算しています。 というまあバックグラウンドを今説明いたしました。で、本、え、屋、っと、におけるこのクリスパキャス内で作った従来の方法というふうにあの紹介しましたが、それは問題点がありまして、まあ、あの方法にもよるし、論文にもよって回避っきていることはまちまちなんですけど、 変異導入率が、少なくとも私のラボはあのもう一個のターレンというものも使っているんですが、それに比べると変異導入率が高くないと。で、えっと、G0 世代という言葉は、えっとまあ、ゲノム編集ほど、先ほど言ったクリスマキャスナインとかを導入した世代です。まあ、あのその導入して、まあ、表現型を見るあの、まあ、世代だと思っていただければいいんですけども、この世代でと表現型を観察するには、その変異導入率が心もとないと。 ということになります、まあ、例えば我々の研究室であ,のある論文を出したところこの変異導入率が60%ちょいから75%とこれは、まあ、簡単に言うと えとあの遺伝子って当然ながら2つあのディプロイドですの、ね、でありますけども、その片方の遺伝子が壊れている確率になりますので、ほモ,モの変異体を作ろうとののになる確率って、これの2乗でかかってくるわけですね。ですから、まあ、変異導入率っていうのは結構あのシビアなあの数値になって、これ、高ければ高いほどいいんですけど、論率があのターレンだとこれ100%ぐらいいくんですけど、あんまりいかないというのが一つ、問題点としてあの、ずっと僕は気になっていました。 もう一個は、もっと気になっているのはこれですね。良い変異導入率を示すガイド RNA を作れる可能、確率が低い。だから、この論文の場合、8種類ガイド RNA を作って、変異があの、まあ、検出できたのが2種類だったと。だから、4つ作って1個できるような可能性で。で、あのいろいろあの作ってみると、まあ、結構、要するにそのガイド RNA を作っても作ってもあの変異導入率がほぼゼロだということが多くて、 えとまあ、スクリーニングです、ね、がすごく大変だということで、まあ、非常にスト,レストレスフルな状況が続いていました。で、えーとまあ、それで僕はずっとあのターレの方がいいですよというあのことを言ってたんですけど、やっぱりあのクリスパーキャスナインは、あの楽んといういい運転があるんで、あのこれをなんとかできないかなとずっと考えていて、まあ、あの素直に脊椎動物で使われている方法をホヤに導入したらどうなるかなということで、えー、と試したというのが今回の,あの発表になります。 で、その際に、まああの、いくつも当然論文があって、えーとまあ、例えばここに挙げた2つの,あの脊椎動物への報告なんかは参考になると思います。他にもいっぱいあります。で、えー、と書いてあるあのことはですね、例えばあのガイド RNA と CAS9 を入れるときに、 そもそも,そも導入する前に、このガイド RNA とキャスナイタンパク質のを複合体にして、要するにその RNA とタンパク質のコンプレックスにしてから、えー、と生物に導入する方が変異効率が高いという報告があったり、えー、とガイド RNA の5プライム末端につまり認識するところですけれども、あのターゲットを認識するところに余計な塩基をつけない方が変異導入率は高いと。 いうことが言われ、ていますこれ特に重要かなと考えていまして、まあ、先ほど言いましたように、ガイド RNA をインビトロの転写とか、転写調子領域からあの発言ベクターで発現させたりすると、その設計によっては、5プライムエンドにそのターゲットサイトを認識する以外の余計な塩基がつくということがあります。なの,なので、えっと、そういうのが、えっと、もしかしたら変異導入率を下げている可能性があるというふうに考えました。 あとは、えっと、これらの論文だと SGRNA よりもクリスパ r n a トレーサー RNA という、その2つに分けるという、もともとのスタイルに戻した方が変異導入効率が高いとも、あの、えっ、ー、と、ゼブラだったの論文では言われたりしています。で、これらのことをまあ参考にしながら、えっ、ー、と、ホヤに、えっ、ー、と、もう一回クリスパ p r を消せない方法をまあ導入するということにしたということです。 でまあ、方法の流れとしては、えっ、ー、とそのガイド RNA に余計ななンキをつけない方が良いということで、まあ、それを完全にあの保証するために、まあいわゆる人工合成系を使って作ってもらうということにしました。まあ、自分で作るわけじゃなくて、あのオーダーするんですけども、あの、まあのまそういうことにして、余計ななンキをつけないということにしたと。で、えっ、ー、と分けた方がいいということで、まあああのあの 企業ではもうあのクリスパー RNA とトレーサン RNA が分けたものが売っているので、これを分けたものを注文する。で、CAS9 もタンパク質はでに売っているので、これを購入します。で、混合して、えっと、RNP という形にして、えっと、この混合物は分注してディープフリーザーで保存することができます。で、えっと、まあ、あの導入するときに当然針に詰めて、えっと、やるんですけども、まあ、この,エラのものですから、エレクトロポレーションは非常にやりづらいので、す、え、べ、っと、て今回は顕微注入で実施しました。 で、えっとあの、僕らのラボは、顕微注入は全て未受精卵でやっています。で、えっと、導入した後で、えっと、受精させるということにしました。あなお、この,あの方法の流れのところ組み立てるときに、山梨大学の川原厚生先生にあのお世話になりました。この場合、お礼申し上げます。で、えっと、このような方法で、えっと、変異導入率をあの調べていったところ、まあ、変異導入率の非常にあの向上が見られたと。あの33種類クリスパー r n a 試してたところ、まあ、17種類は、 変異導入率90%以上示したと、先ほど言って8個作って2個、670%変異導入率を示したのと比べると、まあ、ものすごく変異導入効率が良いということが分かりましたということで、まあ、ある意味、めでたしめでたしということになったということです。で、えっとまあ、このような方法であのをあのこのブックチャプターで、えっと、報告していて、あと少しです、ね、関連することをお話をします。で えっとこのクリスパー r n a を注文するときに、まあ、これちょっといろいろあって、あの我々の利用している会社、はある会社をまああの使っているんですけども、そこはですねあのオンターゲットスコアといって、まあ、簡単に言うと、要するにこのデザインしたガイド RNA があの変異導入できる確率ですね、高ければ高いほど変異導入に非常に良いやつじゃないかということですけども、まあ、そのようなスコアを出してくれます。 なので、そんなスコアを出されたらすごく気になるじゃないですか。それが高い方が良いのかな。あの低いのだと変異動入数できないのかなというのをすごく気になったので、さっき調べたあのガイド RNA で、えっと、そのオンターゲットスコアが X 軸。で、本屋での変異動入数を Y 軸として相関を取ってみました。 ですると、まあ、のこのまあ相関ですけど、あのまあ、基本的にはあの統計学上はその相関は見られないという結果になりましたので、まあ、例えばあのこのオンターゲットスコアが低いやつでも変異導入率、ホヤにおいては100%示すやつとか得られているので、まあ、オンターゲットスコアについてはあまり気にしなくても良いだろうということですね。まあ、もちろん複数候補があるんだったら高い方を選べばいいと思いますが、そのようなことになったということも報告しています。 さて、えーと、少しあと気になっているのは、トレーサーとクリスパー RNA を分けたほうがいいのか、SGRNA というのがいいのかっていうところも気になったので、2つの遺伝子についてそれを調べてみました。すると、えーとまあ、ホックス13とチリオナですけどもあの、ここの変異導入率を見てもらったらわかるんですけど、SGRNA のほうが実はクリスパー RNA を使ったときよりもやや変異導入率が高いという、ホヤはゼブラフィッシュで言われているレポートとはちょっと違う結果になりました。 でそれを表現型出現率をヒチロシナーゼの方で見てみてもあの、同じ結果になりまして、SGRNA だと表現型アルミノが出るんですけど、クリスパー RNA だと出ないというような結果になりましたんで、SGRNA、えっと、の,の方があがベターかもしれないとは思います。一方では、SGRNA、え、は、っと、高い。あの <laughs> あの効果ですから、あのやっぱりスクリーニングには、ね、向かないかもしれませんが、まあ、それは経済状況に合わせて選択いただければと思います。あと、えっと、もう1つ、このスコアでちょっとあの気になるかもしれないのは、まあ、このあのアルビノのであのその変異の出現率というところが問題になります。例えばこれ50、50%近い、まあ、45%ですけど、ぐらいの変異導入率だった場合には、アルビノはゼロなんですね。 やっぱりその先ほど僕は冒頭にも言いましたように、やっぱりあのこれ、クリスパーを用いて、やっぱり表現型をあの探索していくというときには、やはり変異導入率にはやっぱりある程度気を使うと、やっぱり50%程度だと、表現型にやっぱり反映されるということが非常にやっぱ起こりにくいんじゃないかとも取れるような結果であったということ、それからこれ、アルミノで分かりやすくて知っているので、 アルミノだって分かりますけど、未知の当然、最終的に未知の,あの遺伝子の機能を調べなきゃいけないわけで、そのようなときにあの、これぐらいの表現型出現率で本当に気づくのかなというのもすごく僕は気になっています。でそういう意味で、えー、と今回本当に皆さんと情報共有したいなと思ったのは、本当にここの表現系営のアクセスのところで、やっぱここはやっぱ改善の余地があるかなとは考えていて、例えば私のところはあの変態の研究をしているので、 えーとビブ吸収に、えー、と異常があの必要な遺伝子とか、例えば探索しました。まあ、遺伝子、すみません、まだアンパブリッシュなんで、人1,2,3としていますが、えー、とあのモルポリーノで、こ、えー、この、ここのがのビブ吸収を示したリズなので、低い方が表現型が得られていると思ってください。要するに100%に近いと表現型はないということですが、えー、と1、2、3はモルポリーノとかあの、いろんな実験でやっぱりビブ吸収に必要な遺伝子だということが、まあ、本間違いないと分かっているやつなんですけど、 クリスパーで同じ遺伝子を叩いてみたら、えっと、ミューテーションネットはそんなに悪くないやつを使っているにもかかわらず、やっぱり表現型に反映されているのは人1だけなんですね。2と3はほとんど、まあ、ほぼノーマルだったということがあって、えっと、このようにあの表現型へのアクセスというのは、やっぱりモルフォリーのところに比べて、クリスパーは改善の余地があるというように私は今、まだ考えていて、ここがちょっとトラブルとして改善すべきかなと思っています。で、えっと、まあ、 あのー、これ、なんでかは、僕もいろいろ考えていて、まあ、ターゲット遺伝子がどんな機能を持っているか、例えば転写因子とかだと表現型に反映されやすいかもしれませんし、やっぱそのハウスキービング遺伝子だと、しっかり潰さないといけないので、表現型に反映されにくいとか、母性の発言があるかとか、いろいろあると思います。ただ、なんでかは正直言って、ちょっとよくわからないというところがあります。 まあただ、こういうことを言うと、モルフォリーノだけがいいのかというと、そうでもなくって、ああ後期発生ですね、変態した後ととかの,あの解析っていうのは、当然ながらゲノム編集の方があ、のあのモルフォリーノはねなくなっていきますけど、ゲノム編集でミューテーションが入ると一応その細胞が生きている限り、永続的に変異は続きますんでまああので、この方法の方がいいということ、シチュエーションはよくあると思います。あとは えーとそのこの新手法の欠点のもう一つは RNP を導入するということから、あ,あ,ある特定の組織でだけ遺伝子を壊すとかいうことはやりづらいでしょうということで、原理的には CAS9 を発言ベクターにしてやればまあ可能ではあるんですけど、我々のところはまだ試したことはありません。で、ティッシュスペシフィックに狙い撃ちするときとかは、タンパク質でえと発言ができる、ゲノム編集ができる。 えっと、ターレンの方がこれまでの実績もありますし、あの、まあ,あの、やりやすいんじゃないかという状況は変わってないように思います。で、ターレンの組織特異的な発言ベクターというのは、このように、あの、NBRP で配っていりますので、まあ、よ、もしよかったら使ってください。で、あともう一個、あの、あ、そうですね。ごめんなさい、すみません。で、クリスバキャスナーゲノム編集のその本屋におけるあのあの、あの、共有したい課題というのは、あの、このように述べていたように、まず一つ目は、 G0 世代で表現型が効率よく観察できる改良というのをやった方がいが良さそうだと。ただ、あの解決方法はまだあの分かんないです。もう一個問題があって、ノックインという手法が今のところ、ホヤでは少なくとも私のラボではうまくいっていません。ただ、あの論文は出てはいるんで、あの不可能ではないかもしれませんが、今のところ僕のところはうまくいっていません。これはターレンを使っても、クリスパーキャスナーを使っても一緒です。で えっと、PCR レベルだと生じているということは突き止めています。例えばこれですけど、こ,このノックインというところの、この薄いバンドですね。このバンドっていうのは、ノックインが起こって生じているということはあの、シークエンスとかも調べてあのか、確定しているんですけど、例えばじゃあ GFP タグをあ,のある遺伝子のエクソに入れるように、えっと、導入して、で、えっと、導入してしばらくすると、その GFP がその遺伝子の発現パターンのようにピカピカ光る。これ、脊椎動物とかでよく、あの 報告があるんですけど、そのような現象っていうのは、私はあのまだ観察したことがないです。ですので、PCR で多分なんとかノックインイベントを検出できる、そのようなレベルでしか、ホヤではまだノックインが起こってないんじゃないかなと思っています。なので、えっと、で次世代の,あのスクリーニングもやったことありますけど遺伝した、遺伝を見たこともありませんので、まあ、ノックインという方法はやっぱりこれからあの作っていかなきゃいけないと思います。 でノックインというのは、まあ、あのできればですね、その各種の強制発言とか、皆さんも興味あると思います、その時にあにタグをつ、ね、けて、そのタンパクの挙動を見ながら、そして内在の発言レベルを維持したような状態で、えっと、そ,のそういうあの変異型のタンパク質を発現したりできますし。 それから、まあ、あの今回、G0 での,あの機能解析ということをフォーカスしましたけど、まあ、あの突然変異体系統とか作って、やっぱそのミュータントを作って観察するときとかは、保因者っていうのが、要するにそのあのミューテーションを持っている個体が、えー、と光るとかで、えーとあのまあ、ゲノムを調べなくても分かるというのは、すごくあの系,系統の維持に便利なので。 そういう意味では、やっぱノックインとかを、まあ、あの、やっぱちょっとやっていかなきゃいけないという、あのような状態だと思いますんで、まあ、皆さんの方もですね、ぜひよければ、ちょっと改良にですね、乗り出していただければと思っています。はい、以上で発表を終わります。